はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、海溝恐るべき超生物、ディスカーズですね、こちらの極上を攻略していきたいと思います。体力、攻撃力はご覧の通りになっています。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー無駄病、この点数はひどすぎるの運命と愛をつけてます。運命をつけてるのはね、2ラウンドのミドラの時の、支援対策ですね、安全策を取るために入れてます。そして先導要員に、ジョースケを入れてます。急に闘志が湧いてきたぜと、先導パワー愛をつけてます。闘志をつけてるのはね、最終ラウンドにね、使う予定なのでつけております。そしてメインアタッカーですね、ナイフデュオ、積もる恨み、ナイトラ、焼けっぱちのどう猛さですね、こちらをつけてます。そしてスタンバイにはカムーですね、カムーを入れてます。こちらは育てたいということでね、入れてます。喧嘩と愛を入れてます。まあ何でもいいですね。そしてフレンドにはウンドゥールを迎えております。では始めます。まあ、ほとんど、ナイフデュオのね、CS 進行なのであまり目新しいものはないとは思いますが、まあ一応ディスカーズはね、重要なアビリティを持っているので、取ってみようかなと思いました。さあこれで倒してゲージ回復して CS ですね。もう CS で終わりです。さあ増援ですね、増援が来ました。まあ高太郎を持っている人がいたらね、もうナイフ自体は火力重視でいってもいいんじゃないかなとか思うんですけどね。さあそして一番の問題の、この開口の一番の問題のミドラーですね。さあ、CS でもよく走らないと倒しきらないので気をつけて、横貫をしていきたいと思います。だいたい20ヒットから23ヒットぐらいで倒せるような感じなので、それぐらいで止めていこうと思います。22ヒット余りますが倒しました。うん、強くなってる。さあゲージが足りないのでナイフでゲージを回復していきます。さあゲージ回復したら CS ですね。はい、まあ CS じゃなくても倒せるとは思うんですけど、ね、結構めんどくさいんで、CS で倒すようにしています。さあ3ラウンドですね。さあ結構ねカットインが長いので乱れてはきますが、もうナイフの CS3 ラウンドもほぼ無事にね、何危なげなく倒していっております。3ラウンドの増援は1体だけなのでもう普通にスマッシュだけですね。終わります。さあそして最終ラウンドですね。やってまいりました最終ラウンド。まああまりね特筆することはないんですけども、ジョセフがですね死亡した時にゲージを取ってくるので
減ら一つ分ですね減らしてくるので、これがねちょっと厄介かなっていう感じなので、投資ですね、タロスケの CS じゃないアビリティの投資をつけてます。上スキルですね。はい、ゲージを回収されてですね終わったんですが、投資が発動。投資が発動しているおかげで、ジョウスケが CS を打てます。はい、これで終了です。2ラウンドのねミドアさえ、的確に倒せればなんてことはない、開口になってますね。はい、それではですね最後まで見ていただいてありがとう、誠にありがとうございます。ではですねまたどこかの、動画でお会いいたしましょう。ではラストバダイ。